俺まず人前で泣いたことがないに等しいのよ。小木が泣いたの見たことないね。ないでしょ。ああ、ない。どんなことあっても泣かない。小木が泣いたのと小木が寝たのは見たことないね。確かに寝ることもあんまないですよ、人前で。お前はもう絶対に昔のライブとかやるときに夜中ずーっと稽古場にいて、で、あまりにも眠くなって徹夜だからって言って、俺とかしょっちゅう稽古場寝てて、やっぱ眠くなるから小木も寝るじゃない。うん。だ、おぎ寝てんだと思って、おぎって言うと、何って絶対言うもん。絶対言う。おい、おぎって言うと、どんなに寝てると思っても何って言うもんな。そうなのよ。寝ないのよ。なあ。人前じゃ寝ないのよ。そうだな。寝てるふりはするけど。ふりするといろんな俺の話題が出てくるからさ。楽しくてしょうがないじゃん。だけど、お前寝て、うん、どうせ寝てないの知ってるから、うん、わざと、あれだぞ。褒めたりしてんの。これだと褒めてんな。すげえ嬉しくてさ。いないとこで褒めてんのって、だって絶対。一番だよ。本当のことじゃん。一番だよ。そう、だから寝たふりいつもしてたの。あ、そう。泣くはね、俺、あの、高校3年の時に、一回だけ人前で泣いたことある。へぇ。もう、それ一回だね、人前で泣いたことあるなんて。あ、そう。俺、親父にだって泣くときも、まあ、一切泣いてない。泣いてないし。それはね、高校のとこ3年の時はサッカーで負けて、最後の、うん、部活の大会の。もう終わり、最後の大会。そう、最後の大会で。3年生の。うん。それ負けたらもう部活を卒業しなきゃいけないっていう。はい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 、ね、そう、最後の大会で、もう接戦だったのよ。うん。1対1かなんかで。うん、で、まあ、延長戦もあって、うん、で、それも決着つかないで、うん、で、PK 合戦になるわけ。うん。ね、うん、で、そこで、まあ俺、大体、まあいつも俺5人目のキッカーなのよ。重要なところだね。一番重要なところの。うん、プレッシャーかかるところだね。そう。まあそこまでノーミスで来られて、俺5人目で。おで、俺もまあ入れたわけよ。おで、今度、その当時はサドンデスって言って、まあ、どっちか外すか決めるまでね。決まるまでずっとやってくれた。そうそう。で、8人ぐらいまで行ったの。うん。で、9人目かな、うん、?9 人目で、途中から出てきた、一年生がいるわけ、うん。3年の大会で1年生出るって、まあすごいんだけど、まあすごいよね。まあ1年生だから、途中が出てきた、また、ね、後半の残りに出てきたから、うん、緊張してるの、ちょっと。うん、また、最後の大会って分かってるし、もうガクガクなのよ、足とか。まあそこまで普通 PK 行くと思わないから、普通蹴らないような人だもんね。そうそうそう。そこで蹴る人ってね。そう。だからもう順番が回ってきちゃったから、うん、で、そいつが、PK のとこ行って、ボールを蹴るときに、うん、地面蹴っちゃって、ボールがゴールまで行かなかったの。コト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 って。おぉで、行ってててててって言ってんだよ。地面蹴って、行っててててって。ムカつくじゃん、人のさ、最後の大会の PK 合戦でさ、入れれば勝ち上がっていくのにさ、行っててててててって言ったよ。地面蹴って。ボール蹴らないで。ああ。その時もう、うわーってなって、もう泣き始めて、俺もう。悔しくて。悔しくてわけわかんなくて、もう。それ悔しいなぁ。悔しい。で、俺もうあの、センターサークルってあの、グランドの真ん中。あそこまで俺、あそこの上でもう大の字になって寝て、仰向けでワンワン泣いたの。嘘。誰も迎えに来ねえの。俺の。中田みたいじゃん。中田はなんか来たじゃん。ちょっとこう、コーチ。でも中田もあの辺で泣いてたろ。センターサークルのあたりで。ちょっとまあね、俺に似たとこあるからね。うん、そう、俺もずっとこう泣いて。あ、そう。あれが初めて。まあ、最初で最後だね。それすごい熱い話だね、でもね。やっぱね。部活ってのはいいんだね。部活はやっぱいいですよ。こんなにこう表情してた人でもそういう気持ちにさせるんだもんね。うん。いいね。いいですよ、部活は。うーん。そのぐらいだね。